まさかとは思いやすが、ヤンスとザンスを倒した程度で1号星のリーダー気取りじゃないでござんすよね。またか。お前ら何兄弟なんだ。今時特撮ヒーローでも勝つで勝負する時代だぞ。悪魔なら3匹まとめてかかってくるのが優等生ってもんだろ。小さい。お主の発想はあまりにもスケールが小さいでござんすね。なんだと？ようござんす。アタック兄弟が長兄、このござんすがスケールので契約を見せてやるでござんすよ。一体何を？おーやびーん。一緒じゃねえか。お前ら兄弟それしかネタねえのかよ。これはいいなこと。アタック兄弟の長兄ともあろうものがこれだ。さあ、アタック兄弟きっての頭脳派であるこのご…な、何がおかしいでござんす。ハハハハハ。弱視数180万の頭脳を持つ我に知恵比べを挑むとは少子千万。お前程度が考え出した罠ごとき我が英知の前には時期に等しい。こんなものやり込んだゲームに比べれば単純明快。見ておくがいい、真の優等生の実力というもの。の魔の手から逃れるとは、こんな優等生は初めてでござんす。お前たち程度の連中が優等生ずらしているとは、邪悪学園の生徒のレベルもそこが知れてるな。今は勝ち誇るがいいでござんす。しかし邪悪学園にはまだまだ恐ろしい生徒がわんさかいるでござんす。ほう、そんな優等生がいるとは大いに楽しみだ。次はそういう親便を連れてくるがいい。敵は優等生とは限らないでござんすよ。邪悪学園の1号星には身の毛もよだつ不良が救っているでござんすから。何？ふん、今日のところはさらばでござんす。1号星の不良だ。いや、そんなものはどうでもいい。今は伝説の勇者を見つけることに全弱神経を集中させねば。